日本イシガメは、カメ目イシガメカイシガメ属に分類されるカメ。別名イシガメ、ゼニガメ、日本固有種。具体的な分布は、本州、四国、九州、沖諸島、五島列島、津島、淡路島、行島、佐渡島、種ヶ島種商名ジャポニカは、日本ののい。蒸気の分布の一部は、人為的に移入された可能性もある。 例として曲げ島と薬島にも分布するが、1980年代に行われた調査では、分布が確認されていなかったため後に人為的に移入されたと考えられている。東北地方でも記録があるが、人為分布とされ、分布の北限は関東地方と考えられている。最大高潮22センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも、 口調14.5センチメートル。C 甲板に断続的にコブ状の盛り上がりがある。後部円甲板の外縁はややのこぎり状に尖るが、老齢個体では不明瞭になる。廃校の色彩は、大々褐色、高褐色、褐色、肺褐色、暗褐,褐,褐,褐色などと、個体変異が大きく、一部に黄色や大々色の反紋、暗色反が入る個体もいる。 廃校と復興の継ぎ目の色彩は黒や暗褐色一色。喉甲板はやや突出して反り上がり、左右の喉甲板の間に浅い切れ込みが入る。左右の甲換板の間に切れ込みが入る。復興の色彩は黒や暗褐色一色だが、復興外縁に黄色や大色の反紋が入る個体もいる。頭部はやや小型。粉炭はやや突出し、上顎の先端は 針状に尖ったり凹まない。後頭部側面は細かい鱗で覆われない。後方面は狭く、隆起や突起がない。頭部の色彩は、高褐色や暗号色、褐色で、側頭部に不明瞭な黒い反紋が入る。四肢は、やや細く、全四全面には丸みを帯びた大型の鱗が、重ならずに並ぶ。指跡の間には、指跡の先端まで水かきが発達する。尾は長い。 獅子青の色彩は黒や暗褐色で、獅子青の一部が黄色や大色になる個体もいる。卵は平均で、長径3 6トル短径2 2トルの楕円形。孵化直後の幼体は、高長2.5から3 5トル幼体の形態が線のように見えることが別名である。ゼニガメの由来となっている。また、C パンと、 アバラカンパ板に3本ずつキールがあるが、成長に伴い消失する。妖体やオスの生態は、廃校が扁平で、メスの生態は、廃校がややドーム状に盛り上がり幅広い。オスの生態は、復興の中央部が、わずかに凹む個体もいるが、メスは、復興の中央部が、わずかに突出する。オスは、尾が、より太い上に長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、 総排泄口全体が、廃坑の外側にある。メスは王をまっすぐに伸ばしても、総排泄口の一部が廃坑よりも内側にある。本種の記載年は1834年とされることも、あったが、これは本種を記載した文献が1834から1838年にかけて分割して、発行されており、このうち1834年にミスプルストリス。 バリエーション、ハポンという記述があり、変種として記載されたとみなされていた。これが無公明とされるようになったため、1838年に記述があるミスブルガリス・ジャポニカが本種の元記載となった。以前は和名が単に石亀とされていたが、南石亀やその亜種八重山石亀が周知されるようになったこと、沼亀化も含めてペット用に 石亀という種が流通するようになったことから、区別のため、日本石亀の和名が用いられるようになった。各 DNA 及びミトコンドリア DNA、タンクサリ散在反復配列による分子系統推定から、本種は石亀属の多種よりも、草亀や花亀に近縁とする解析結果が得られている。そのため石亀属に、 クサガメ属チナミスとハナガメ属アキャディアを含める説や、本種をハナガメ属に含める説もある。関東地方から種ヶ島にかけての43地点238頭のミトコンドリア DNA のシトクロム B 制御領域の分子系統推定では、全部で34のハプロタイプに分かれ、それらは大きく2つのグループに分かれるという解析結果が得られた。これらは一方は主に、 中部地方から近畿地方、四国に、もう一方は主に九州に分布し、中国地方で隣接あるいは道書的に分布する。これらのうち主要あるいは祖先型と考えられる、ハップロタイプはそれぞれ近畿地方と九州で多く見られ、限られた地域でのみ隣接、同書的に分布することから、最終表がに近畿地方、九州に取り残された、 古代群が氷河期の集結、温暖化に伴いそれぞれ分布を中国地方まで拡大したことが示唆されている。火星や湖障、池、湿原、水田などに生息し、やや流れのある流水域を好む。半水性で水性傾向が強いが、夏季に陸図体に一定の地域内にある複数の水場を移動することもある。体感性が強く、 水温3摂氏5度の環境下での活動が観察された例がある。陶器になると水中の穴や石の下、堆積した落ち葉の中などで冬眠する。植生は雑食で、魚類、カエルやその卵及び、幼生、昆虫、エビ類、カニ類、横エビ類などの甲殻類、陸生よび、水生の巻貝、ミミズ、動物の死骸、陸上植物、水生植物の葉、 花、果実、草類などを食べる。水中でも、陸上でも採食を行い、農耕地で地面に落ちた牡蠣などの果物や、トマトやウリ類などを食べることもある。どうしたし問わず他のカメ類が産卵している最中に、その卵を食べることもある。繁殖様式は乱生。9月から翌4月にオスは、メスの顔の前で、前足の手のひらを外側へ向け交互に振って求愛し、 メスが受け入れると、オスはメスの上に乗り交尾を行う。6から8月に8から10センチメートルの深さの穴を掘り、1回に1から12個の卵を年に1から3回に分けて産む。産卵の間隔は10から15日。卵は約70日で孵化する。森林伐採や護岸整備による生息地の破壊、水質悪化、ペット用の乱獲などにより、 生息数は減少している。産卵場所の温度環境が制限されることによる、精査の偏り、人為的に入されたミシシッピアカミミガメとの競合、クサガメやハナガメとの交雑による、遺伝子汚染、アライグマによる捕食などの理由でも、生息数の減少が懸念されている。地域によっては絶滅する、可能性が高い場所もあるが、種としての絶滅の可能性は、 低いと考えられている。2013年にワシントン条約付属書通に掲載された。純絶滅器具ペットとして、江戸時代以前から飼育されている。野生個体、飼育か繁殖個体ともに流通する。幼体がゼニガメの商品名で流通することもあるが、近年ではゼニガメという商品名は草ガメの幼体に用いられることが多い。アクアテラリウムで飼育される。 日本国内に分布するため、スペースや日照が十分に確保できる利点から、野外の池で飼育されることもある。野外で飼育する場合は、脱走に気をつけるようにする。水質の悪化に弱く、塩素を中和していない、水道水で頻繁に水替えを行うと心筋性の皮膚病を患うことが多い。そのため水質が清涼かつ安定した状態を維持して、飼育する必要がある。 陸上を用意し、屋内で飼育する場合は、暖房器具を設置して、皮膚や甲羅を完全に乾かすことのできる環境を作った上で、紫外線を含む照明器具を照射する。餌付きの良い個体が多いが、大型の野生個体は餌付きにくいこともある。飼育下では、配合飼料にも餌付く。ありがとうございます。